リチャード・ハウ、初代・ハウ伯爵、リチャード・ハウ、A、リチャード・ハウ、ファースト、R ・ハウ、1726年3月8日から1799年8月5日は、イギリス海軍の提督、初代・ハウ伯爵、グレート・ブリテン貴族、ガーター君尺師、KG。弟のウィリアム・ハウと共に、アメリカ独立戦争に従軍し、また、フランス革命戦争でも、 名刺機関の評判を得た。ハウは1726年3月8日にロンドンで第二代ハウ主爵エマニュエルスクロープ、ハウの二番目の息子として生まれた。父はバルバドスの総督を務めていたが、1735年3月に亡くなった。母シャーロットはドイツのキールマンセグ女男爵でのちにダーリントン伯爵夫人となった。 国王ジョージ一世のイボ妹でもあるソフィアの娘で、あったので、ハウが海軍での昇進が早かったのにも説明がつく。1740年、ハウは海軍に入り、ジョージアンソンの指揮する船体の軍艦、セバーンに乗り組み、南の海に派遣された。セバーンは、ホーン岬を回り込むことに失敗し帰還した。そして次に、バーフォードに乗り組み西インド諸島に向かったが、 1742年2月18日、不成功に終わったラグアイラ攻撃で、バーホードはひどく損傷を受けた。彼はこの年、西インド諸島の認知において、海心得となり、1744年に正式に海となった。1745年のジャコバイトの反乱の時、彼は、北海で、スループ、ボルチモアを指揮しており、もう一隻のフリゲートと共同して二隻の、 フランス市役船と戦った際に東部に重傷を負った。彼は1746年に直任艦長に昇進し西インド諸島でフリゲートトライトンを指揮した。そしてサーチャールズ・ノールズの機関、戦列艦コーンウォールの艦長として1748年10月2日、ハバナ沖でスペイン艦隊と戦ったハバナの海戦。 オーストリア継承戦争から七年戦争にかけては、本国海域及び西アフリカ沿岸で行動した。1755年、エドワード・ボス公園と共に、北、アメリカに渡り、戦列艦、ダンカークの艦長として、フランス艦、アルシドを捕獲したが、これが、フレンチ・インディアン戦争の始まりとなった。この頃から1763年の終戦までは、 イギリス海峡で従軍し、フランス海岸に対するいくつかの多くは不毛な遠征に参加したが、しっかりとした腕のある主官としての評判は獲得した。1759年11月20日、エドワード・ホークの艦隊の軍艦、マグナニウムの艦長として、ビスケー湾のキブロング湾の海戦に参加した。1758年7月6日、兄のジョージが、 タイコンデロンが砦近くで戦死し、ハウがハウ死爵員、アイルランド貴族を継承した。1762年、ダートマスから会議員に選出され、1782年にハウ死爵グレートブリテン貴族として貴族院議員に昇格するまでその議席を維持した。1763年から1765年にかけて海軍本部の一員でもあった。 1765年から1770年、海軍の財務官になった。その任期の終わりに少々に昇進し、1775年には中将になった。翌年、北アメリカ方面の艦隊司令官に任命された。アメリカ独立戦争が始まった時、ハウは植民地に同情的なものとして知られていた。ベンジャミン・フランクリンと知り合いであり、 フランクリンはロンドンの社交界で人気のある婦人だった派の妹とも知り合いであった。ハウはフランクリンに手紙を書いて調停をしようとした。ハウは植民地に同情的と知られていたゆえにアメリカでの指揮官に選ばれたのである。彼は陸軍の指揮官である弟のサー・ウィリアム・ハウ将軍と共同して和解を試みた。 第二次大陸会議に指名された委員会は1776年9月にハウ兄弟と会合を開いたが和解は得られなかった。1778年に新しく指名された急戦朝廷の任務にハウは深く生通り指揮官の職を辞した。ハウの辞職は海軍大臣サンドウィッチ卿もしぶしぶながら認めたがその事例が有効になる前にフランスが宣戦線布告し デスタン伯爵の指揮する強力なフランス戦隊がアメリカに送られた。ハウは数的に著しく劣勢になり、主勢を余儀なくされたが、それでもサンディフック沖でフランスの提督とまみえ、注意深さと計算された豪胆さを組み合わせて、デスタンのニューポートダッシュの試みをくじいた。そして、イギリスからジョン・バイロン提督が増援とともに、 駆けつけるのを待って、1778年9月に白地を離れた。その後は、新たな任務を辞退し、アメリカで任務についていた、次期の首相のフレデリック・ノースに対する不信や支援の不足を訴えた。ハウは急戦の死者だった自分や弟に加わる、圧力に嫌な思いをし、また、政府の記者による新聞での攻撃にも苦しんだ。 1782年3月に、ノース教の内閣が倒れ、ハウは、今一度指揮官を引き受けた。その年の秋、包囲されていた、ジブラルタルの解放に成功した。この時は、フランスとスペインの艦隊総計で46隻の、戦列艦がいたのに大使自軍は33隻に過ぎず、難しい任務だった。イギリス本国も疲弊しており、 ハウの艦隊の各艦を完全な状態に整え、優秀な乗組員を揃えることは不可能だった。しかもハウは物資輸送の大戦団の護衛任務に拘束されつつ、ジブラルタルへ向かわなければならなかったのである。それでもハウは、救護士ゴへの艦隊を鮮やかに裁き、臆病で非活動的な敵に対して優位に立った。 1783年から1788年、ショーピットの第一次内閣で海軍大臣となった。この任務には喜ばしいところがなく、過度な禁縮予算を受け入れざるを得ず、終戦によって職がなくなった多くの士官の期待を、裏ることになった。1793年の第一次、大仏大同盟の結成により戦争が再発し、彼は再び英仏海峡で艦隊の指揮を取ることに、 なった。翌年は、栄光の6月1日の海戦で勝利するなど、ハウの軍歴の中でも最も輝かしい年となった。ハウはこの頃70歳近くなっていたが、そのようなベテランでも見たことがないような独創的な戦術を駆使した。この作戦行動後にハウは現役を退いたが、国王の命令によって、海峡艦隊の名目的な指揮官であり続けた。年、 ハウはスピットヘッドの反乱の朝廷に呼び出された。ハウをあがめる水兵たちへの強い影響力が見事に効果を見せた。反乱者たちとの交渉の席でハウは彼らの要求を公平に聞き、それらの大半を満足させる形で決着を見た。1782年、ハウはランガーのハウ試者に受釈され、1788年にはさらにハー弾釈及び ハウ伯爵に受爵された、いずれもグレートブリテン貴族。1797年6月には、ガーター勲章を授けられた。ハウは水兵たちの人気を得ようとしたことはなかったが、彼らはハウが公平であることを知っており、それゆえ人気を勝ち得ていた。ハウはその日焼けした顔色ゆえに、ブラックディックというあだ名ももらった。トマス・ゲインズバラが描いた、肖像画がそれをよく表している。 ハウは1799年8月5日に死去し、ノッティンガムシャー州、ランガーの家族の墓所に葬られた。ジョン・フラックスマンが制作した記念碑はセントポール大聖堂にある。ハウは1758年3月10日に、レスターシャーで、ベルビーのシバートン・ハートップ大佐の娘メアリーと結婚した。二人の間には二人の娘が生まれたが男子は生まれなかったため。 ハウ伯爵くらいとランガーのハウ死爵位、いずれもグレートブリティン貴族は継承者がなく、ハウの死と共に消滅した。しかし、ハウ男爵位、グレートブリティン貴族には娘たちとその直系男系男子への継承を認める特別規定が定められていたため、娘のソフィア・シャーロット、1762年から1835年が第二代ハウ男となった。 ソフィアは、初代カーゾン子爵、連合王国貴族アシェトン・カーゾンの一人息子である、ペン・アシェトン・カーゾンと結婚し、二人の間の息子、リチャード・カーゾン、1796年から1870年、和1820年に、父方の祖父の爵位を継承して、第二代カーゾン子爵、連合王国貴族及び、第二代カーゾン男爵、グレートブリテン貴族となり、 1821年には、直教を得て、カーゾーンイコールハウと改正、さらに初代、ハウ伯爵、連合王国貴族に受爵されて、母方の祖父の伯爵位を再考し、1835年には、母の爵位を継承して、第三代、ハウ男爵となった。ハウ氏爵位、アイルランド貴族は、弟のウィリアム・ハウ将軍が継承したが、ウィリアムは、 子供がないまま1814年に亡くなり、ハウシャク位は消滅した。イギリス海軍には、ハウの栄誉を称え、その名を付けた軍艦が歴代4隻存在する。また、ハウにちなむ地名として、以下のものがある。ジェームズ・ホッジ・タイラーの手になる、ホッジの家系によると、リチャード・ハウには一人の弟、ジョセフ・ハウ少佐がおり、1758年に、兄のジョージの軍に加わるために、 アメリカに渡った。兄が戦死したことが分かると、南の方に放浪していき、最終的に、バージニア州プラスキー軍、サニーサイドと呼ばれるところに定着した。上述したように、リチャード・ハウには、ジョージ・ハウとウィリアム・ハウという兄弟もいた。ホッジの家系は、ザエンサイクロペディア・ブリタニカを引用し、ハウ家について、次のように述べている。ホッジの家系は、 ジョセフ・ハウ・少佐に加えて、ベンジャミン・フランクリンと友達である妹がおり、ハウ家のかなりの遺産を相続したとも記述がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。